オーラリーでは、正派と呼ばれるコードが出てきます。正派というのは人差し指、主に人差し指ですね。1本で複数のフレット、違う弦の複数のフレットを押さえることを言います。曲の中ではこの B7 と呼ばれるコード。で、一番最後に G というコードが出てきます。で、正派するコツなんですけれども、大きく2つありまして、まず人差し指、ここの人差し指ですね、がネックに沿ってこう折れ曲がらないようにすることです。こういうふうに伸ばした状態で弾いてあげてください。折れ曲がってると、この辺が浮いてしまって綺麗な音が出ません。で、あともう一つなんですけれども、例えばこういう最後の G コードなんですけれども、あまりにもこう、フレットからはみ出してしまってる斜めになって、指ひら、距離があるがために、そうなることが多いんですけれども、これもはみ出てると、なかなかならないので、しっかりまっすぐにして、指をね、開いて押さえると、綺麗な音が鳴ると思います。